気づかれちゃったか。こんにちは。今までに会ったことはないよな。うん、はじめましてだよ。私はストレア。よろしくね。どうしたの？怖い顔して。ちょっと興味があったから観察させてもらってたの。キリトは強くて有名人だもん。興味を持って当然。あ、わかる？私も結構強いよ。それにしても、やっぱりね。キリトやっぱり近くで見た方がずっと可愛いね。えい！いいじゃん。だって可愛いんだもん。こうしたくなっちゃうよ。あ、ねえねえ、これから時間ある？一緒にお茶でも飲みたいな。いいよね。さっきも要望を聞くって言ってたし。やったね。ここのカフェでいいよね。さあ、座ろ座ろ。ねえねえキリト、そのカフェオレって美味しい？私のミルクティーちょっとあげるから、そっちも飲ませて。コーヒーとかって大体苦いじゃない？苦いのって嫌いなのよね。本当？それじゃあいただきます。ん？どの程度？そうだな、結構前からキリトのことを見てたよ。75層のボスを倒した時とか。ん？それって私のことをもっと知りたいってこと？キリトって結構積極的なんだね。でも質問はここまで。答えてほしければまた今度デートしようよ。今日はありがとうキリト。また今度ね。約束だよ。もう早くこっちに来て。何もないけど、ただキリトに会いたかっただけ。それじゃあダメ？早く早くこっち。で、あの人は何？何と言われても。アズナさんも知らないんですか？うん、キリト君と一緒にいるところは見たことがあるけど。 NPC じゃないよね、あれは。下の階層から新しく来たとか、そういう人？
それにしては、ずいぶん仲がいいみたいですけど。うわっ！あの人、キリト君の膝の上に座った！ちょっとちょっと、何なのよ一体！何かとっても仲良しさんみたいね。アスナ、落ち着いて。顔が全然笑ってないわよ。私、ちょっと行ってきます。あれはもう放置していいレベルじゃないですよ。なんだ、俺の膝なら漏れなく全員座れますよ、なんて。あんたは観葉植物の植木鉢でも乗っけてなさいよ。ひってぇ、ちょっとした冗談じゃねえか。それじゃ、どういったことなのかキリトに説明してもらいに行きましょうか。キリト、ちょっといい？皆さんどうも。キリト君、あの、その人は？あの、あなたはキリトさんとどういう関係なんですか？キリトとは、とっても仲良しな関係。仲良しな関係だったら、膝の上に乗ってもいいんですか？なるほど。紹介ありがとうね、キリト君。それとキリト君、後で私の部屋に来てもらえるかな。ねえねえ、私も行っていいかな。アスナってキリトのお嫁さんなんでしょ？キリトのお話聞きたいな。なんか楽しそう。楽しそうって。ねえ、みんなで行こうよ。そりゃ構わないけど。何なんですか一体。そういえば私、まだキリトの部屋に行ったことない。アスナの部屋もキリトの部屋も見てみたいな。なんだか大変そうね。あの、じゃあ部屋に来る？あ、でも今日はやめておく。もう十分に楽しんだし、それにみんなとも仲良しになれたし、だから二人の部屋に行くのはまた今度の楽しみにとっておくね。ええ、あなたがそれでいいならいいけど。うん、それじゃあ私帰るね。キリトもみんなもまたね。はあ、嵐のような子ね。何だったの本当。どうせキリトが街でナンパしたんでしょ。ちゃんと責任取りなさいよ。キボ、ああ、75層の扉が開いてから攻略組が帰ってこないだろ。これは何かあったなと思ったわけだよ。キーボーがなかなか一人にならないから会うのが遅くなっちゃったよ。まあそうだけどな。戻れないんだろ。なに、もともとこの世界から抜け出せないのは変わらない。だったら俺っちも前に進むよ。そうだろ。これはマップデータだよな。
ありがたくいただくよ。お代は借りができるのはあんまり良くないんだけどな。特にキーボーからの借りは。そっか。じゃあこれからもよろしくな。言われなくても大丈夫だよ。立派な店構えだな、リゼ。そうでしょ。新装開店、リズベットブグ店へようこそ。滑り出しにしてはまあまあね。いい感じの店でしょ。ちょうどこの物件が残っていたのよ。前みたいな水車がないのは残念だけどね。思えばあのお店でキリトの片手用直剣を作ったっけ。結局あれより強い剣は作れなかったわ。ダークリパルサー、暗闇を払うものだったわね。
どうした？キリト君、危ない！下がるんだ！任せて。行くぞ！させない！スイッチ行くよ！キリト君、スイッチ！ありがとう。
キリト君。いよいよか。それじゃあね。お疲れ。